愛してますね。あーい。あー、気分危ない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 。あー、助かって。助かったけど時間の問題。あー、次出るよ。あーい。無理無理。さすがに無理よ。いや、もうこれはね、もうダブリを打つことによって Q1 を釣り出すっていうね。まあまあ、でも、釣り出さなくても、まあそもそもまあ普通に出ますけど。めちゃめちゃテーマ止まってるっていうか、もうなんならもうターツオーバーしてる。あの、6ブロックあるんですけど、ハイパイで。いや、どうしようかなって感じ。ああ、じゃあ、さあ、ピンズをぶち壊していきまして、まあまあまあね、まあ、さあ、後ろ行きまして、もうなんか、めちゃめちゃね、強い。さあ、無駄ずもなく、さあ、ズバズバめちゃめちゃ強いんですけれども、ああ、ギュッと、ああ、テンバイ、ああ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 、ダメだ、いや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 、上がり、ああ、おお、いやいや、意味ねえや、さあ、上がったらええやん、別に飛んで。いや、普通にめっちゃ強いから。あ、でも見逃してスワンコなんですよね。少数 C っぽいですね。これはね、まあ、シャア引いたらね。うん、シャア引いたら、もうこれは少数 C なんで、まあ、トイミンが1枚持ってるだけなんですけど、まあ、そうです。まあでも、まあ、手なりなんですけど、まあ、どうしようかなって感じです。ハーツで、ああ、そう、ウソを引いて、まあ、ウソを引いたら、さすがにね、追走は無理やろ。まあ、いくらなんでも、そんなね、ウソぶち落として、追走に行くとか、まあ、いくらなんでもないと思いますけどね、そんなね。ああ、さあ、ピエもいいで。あとは、もう本当にシャア引くだけやね。ああ、でも、ああ、これきついね、これきつい。トイメンがちょっと、シャアをね、ちょっと2枚切っちゃいましたね。これは相当きつい。だから、あとは、もうトン引いて、シャア引いて、少数 C 数アンコを短期くらいまでしかね、一応できないところではありますけど、まあ、きついですね。トンもね、シモちゃんが1枚持ってるのとさ、トイメンがテンパイ、一通テンパイしますね。一通テンパイ、ダマ、あー、シャア引いて。いや、トイメン普通に強いよ。普通に強いよ。さあ、それダマ、さあ、結構ね、ガチマージャンっぽいですね。一通ダマテンはちょっとガチっぽいですね。さあ、それと、あと一枚、あと一枚、ちょ、シャアが切られるとやばいから、シャアがここで切られたら終わりなんで、速やかに次と、この後、あ、いやいやいや、ちょ、待て、一気に意味がわからなくなった。あの、ガチマージャンっぽいですね、映画も。フラグない。全然ガチマージャンじゃないや。はい、金のマあー、2もで転覆なんよな。それはね、それはだって33万分の1積もってね、転覆じゃなかったら一体何なんですかっていう話ですからね。マンズで染めて、染めたいかな。まあ、でも4万の玉の間だからそんなに無理はしないかなって感じですけどね。まあ、マンズでね、チューレンとか結構珍しいですよね。いつも3枚から。3枚にね、マンズでチューレンがないからね。まあ、これマンズでチューレンいければ、それはいいですけどね。さあ、ウーピンからいった。まあ、トンでも良さそうですけどね。トン切って、まあね、なんか、トン切って、スーソーとウーピンのくっつきで、まあなんか見てもいいかなとは思いましたけど、まあ、ウーピン打って。さあ、そして、ああ、おう、そう。まあ、染めて、見てますね。うん。まあ、染めてもいいかなーって感じで見てる。ああ、さあ、そのもんで、ね。さあ、チュンポンしまして。チュンポン、ああ、入って。さあ、ちゃんと歪んで入って。で、カミチャがいいシャンテンですね。まあ、ドラが出ていっちゃうんでね。ああ、これで、取らない。テンパイ取らなかったね。一応、カンサムワンでテンパイ取れたんですけど、まあ、チュンのみ、じゃあ、テンパイ取らないよって感じですかね。うん。で、こちらが、そうですね。まあ、E1、Q1 がね。E1、Q1 が、誰も持ってないね。誰も持ってないし、誰も切ってないんで、結構いるかなって感じですね。で、パーマンが、まあ、2枚か。まあ、2枚だから、1、8、9、ああ、さ、いいで。まあ、1、8、9引けたら嬉しい。いや、でも4間なんでね。あ、まあ、4間のね、そんな玉の間で暗戦ですから、まあ、そんな無理はしないと。ああ、例えば相手、さ、チートイペータンキー。いや、結構いいよ。1枚切れてね。1枚切れて、ああ、さ、今引いて。さあ、パーマン引いたら、マンズ純正チューレン。なかなか見ないんですけど、ああ、さ、ああ、テンパイ。さあ、楽しみですね、さすがに。うん、さあ、1、2、3、4、5、6、9、対ペイ待ちなんですけど、まあ、意外とね、ペイ待ちが勝つなんてこともあるかもしれない。さあ、誰も打たないよ。ああ、さあ、まあ、さすがにね、まあ、いくらなんでも決め待ちですから。そらね、そらペイ短期待ちよりもね、実は純正中連9面待ちの方が強いんですよね。うん、ちょっと手悪いっすね。どうしようかな。ハッシュ、いや、もうどうしようかなって感じだね。さあ、リアンピューって言って。まあ、9種か。まあ、今まで9種か。まあ、きついね。まあ、10種。まあ、10種か。まあ、10種。まあ、11種。さあ、11周。ああ、12周。
さあ12、10からだ。あー13、10。いやいや、なんでやねん。もうなんでもありやん。じゃあハッシュからその無駄相撲なくズバ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 引けるんやったらなんでもありなんよ。13面待ち、うん、もう一生13面待ち狙っとった方がもう強いやん。はい、金の丸。あら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 あシュンドラさんあるんでめちゃめちゃ強いですね。そこそこ強い。まあそうですね、何2局で19200点しかないので、まあ、ここでまあなんかハネマンぐらい上がって、まあ、2着ね、どうしようかなって感じですよね。2着になりたいなって感じ。まあでも染まりはしないですね、絶対にね。まあこのイーシャンテンになったらもう染まりようがないですね。まあこっからピンズ全部部長としてね、そんなことはさすがにしないと思うし、まあ玉の間なんでね。そんな無理はしないとは思うんですけど、まああとはカンパーソー入るか、まあウッパーピンね入るか、まあできればまあカンパーソー入ってほしいところではありますけどね。ああさ、これで2色になりましたね。まあポンテンも取れますけどね。ポンテン取った場合ちょっと、ああさ、例えばリーチ、ああさ、チュンが入りました。さあドラカージュ、ああさ、テンバイ。さあリーチチュンドラ4、リーチチュンドラ4、いやもう普通に強いですよ。さあ普通に跳ねまで、ああさあ、ダメつかんで。さあ服着たりまして、いやまあ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 、まあ現状リーチチューンドラ4しかないので、あー裏8。あ、やっぱちゃんと裏8乗るんですよね。チューンがドラなんで強いですね。チューンドラ3、チューンドラ3でペイ抜けるからチューンドラ4、まあ、あとはなんやかんやで、まあ、ハネマンぐらいにはなりそう。ああ、ハネマンになりまして。さあ、ペイ抜きまして。さあ、ペイ抜きまして。まあ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 。まあ、なり。普通に、ああ、まあいいですね。まあ、ポンもできますね、これでね。これでまあ、チュンポンしていって、ハネマン狙おうかなってところではありますかね。さあ、ウーピン行きまして。いや、手なりなんだよな。誰がどう見ても手なりなんだよな。これ以上の変、ああ、さあ、ポン入りまして。さあ、ポンでどこ打つか、まあ、3秒ね。まあまあまあ、3秒。そうですね。まあ、ポンで、さあ、イーソー、イーソー切った。まあ、イーソー切るんやったら、まあ、ああ、さあ、カン入りまして。さあ、イーピンカン入りまして。ああ、乗りまして。さあ、乗りまして。ああ、でしょ、トイメンがリーチを打ってないことによって、これ、キューピンが上がれなかった。キューピンちょっとね、リーチ打ってれば上がれてたかもしれんけど、ああ、さあ、ポンありまして、ポンありまして。さあ、ポンありまして、さあ、さあ、つもげリーチ、つもげリーチで、さあ、アイテムバイ、さあ、ちょみまいと、どこ、ドラなんぼこれ。ドラなんぼか、チューン、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、10、まあ、それぐらいか。1、2、3、4、5、6、7、9、9、9ですね。ちなみに、チュンドラ9、倍満ですね。倍満。ああ、じゃあ、カン入りまして、カン入りまして。さあ、チュンカン入りまして。ああ、乗りまして。さあ、チュンがどっちに、ああ、いやいや、初な、ビンゴなんよ。まあ、チュンドラ12だけでもう100万なんですよね。